今回は非人類学園のフローラ、こちらを使ったミッドレーンですねの運用をご紹介していこうかと思います。おそらく以前、あれ私ミッドであげたんでしたっけ、サポートであげたんでしたっけ、ちょっと記憶に定かではないですが、まあ、今回はノエル君がミッドレーンで、まあ、基本最近フルパじゃなくてサンパかな、するときはノエル君がミッドでフローラ使うことが非常に多いですので、まあ、だいぶ使い慣れたフローラというところで、そこも含めて見ていただければなと思います。まあ、見てわかる通り、開幕の2スキの打ち上げからのダメージかなりいいものがありますので、レベル1ファイトはかなり強い方だと思いますし、ウェーブの処理もこんな感じで、前衛ミニオンと後衛ミニオンの間に入れるとあんな感じでワンウェーブが簡単に処理できるようになってますから、覚えておくといいですね。そして、相手の青バフを奪う動き、かなり、ミニオンの処理の早いというところからやることができますが、まあ、ただ敵も霊感なのでね、早いんですが、ここはね、ラッキーというか、まあ、運よく2スキが刺さってキルできた。その結果、レベル上がったところによって3スキでブリンクアウトできるというところで、まあ、ラッキーにラッキーでしたね。これ多分ダメだったらフラッシュ吐かされてたと思いますので、まあ、そういった点からは、赤バフ、青バフ、共にスティールする、チャレンジするというところでは悪くないミッドレーナーだと思いますね。通常攻撃がすべて魔法扱いになってアタックスピードの増加値がない。さらに通常攻撃が当たると若干のスローを入るというところですが、敵が歩いている場合は逃げられますので、そこは注意してください。続けてスキル1は、スーパーアーマーと打ち上げ敵に対して再度もう一回打ち上げするというところなので、スキル2とスキル1のコンボを基本的には活用して、そこからウルト3といったような一連の流れをするような感じになってます。今回はね、敵の霊感の青バフをスティールできたおかげで、ジャングルが、私が3、霊感もまだ3というところで、ここで私が4ですかね、でまだ霊感が3ですので、バフパクられるとかなりきついです。ここは茂みしっかりと気にした深いところから入るこの、ジャングルの入り方ですね。こういうところをしっかりしておくと、敵に、こういう感じでチェック来た時にもしっかり取られてないので、町が刺さるという状況になりますから、必ずサポート、レーナー、ジャングラー含めて茂みに入るときは深い位置から入るか、はたまた今みたいな厚い位置ですねのところから入るっていうところを気をつけると、敵からの視界要素が全く見えないのでめちゃくちゃいいっていうのと、ここの今回トラキと、給湯中良かったですね。続けてスキル2ですね、まあ、メインのダメージウェポンになりますので、これがかなりダメージを序盤から稼いでくれますから、しっかりと狙って当てる必要がありますので、ただ発動後、若干ちょっと硬直があるので、そこが打ちづらいところではあるけれども、慣れてしまえば割と打ち上げしやすいスキルになってますから活用してください。続けてスキル3、これは指定方向と反対側に対して、ノックバックですね、自分がピッてなって敵を押し出すという感じになりますので、コンボ指導の、まあ、2、1でウルトで3で押し込むというような形で、上下ですね、前と後ろにもでっかい判定がありますので、見えている以上の判定あります。でここはね、バーフポイントのチェイスで向こうに落ちた側に展開しておいて、敵が反対側にいた時はミニスタン食らっておくと、ここ3好きで押し出すモーバーはうまいと。でここみんな追ってった後しっかり追わず敵が戻ってきた時に打ち上げるというところでかなりうまいですね。なのでチェイスするときにワープポイントで、まあ、みんなが入っていくケースが非常に多いので、誰か一人あえて待っておくっていうのも大切ですし、さっき霊感が転がってるので、その間にすかさずしっかりと青バフをスティールというところもやはりうまいですね。こういうしっかりとした動きミッドレーナーがしてくれると、ジャングラーからすると非常にやりやすいですね。これだけで敵のジャングラーの育成は阻害、うちのミッドレーナーはアド、私と勝手に僅差がついていくだけですね。でウルトに関しては、まあ、こんな感じで AOE のダメージになりますので、覚醒すると、ミニスタンの間隔が短くなると。なので南極覚醒させると南極のスローが入って、覚醒のウルトでミニスタンして移動速度遅くなって抜けれなくなる、なんだったら逃げようとすると3スキで押し込まれるみたいな状況になるので、フローラの場合は、南極覚醒が比較的相性がめちゃくちゃ良くてグッドというところになります。まあね、普通にノエル君のスキル回しがうまいっていうところがあるんですが、ここもねめちゃくちゃ気にしてますよね。トラキもフローラもしっかりと茂みから奥に入っていくって、まあ当たり前のこの動作なんですが、この当たり前を知らない人が結構多いですから、ここは本当に気をつけた方がいいですね。ここは若干火力が足りず、霊感が落ちなかったですが、トラキがしっかりとウルトでパス、たださすがに耐えきれなかったですね。まあ装備の買い方に一応触れておくと、貫通靴からのノエル君は必ずこのベストでクールダウン下げますね。でまあ、仮面南極といったような買い方をしてますが、まあ、若干このせいもあって
序盤はそこまでめちゃくちゃ効果力、ワンパンで決めれないことが時々ありますから、そこはちょっと注意しなあかん部分かもしれないですね。ここもね、チェイスを見て打ち上げからの、ウルと、サンスキでノックバックというような一連のコンボでワンパンですね。なので明治だったりとか MM はワンパン圏内ですが、さっきみたいな霊感だったりとかヘルスを上げてるキャラクターなトップファイターだったりとかするとちょっと落ちきれないことがありますので、まあ、敵を見てフォーカスはしっかりした方がいいかもしれないですね。そして、まあ、さっきに続きまたまた青バフですね。まあ、フローラの場合は青バフが簡単にパクれますし、茂み待ちがかなり強いキャラクターですので、まあラストオーダーとかも同じ系統ありますが、ラストオーダーは単体に対して強いですが、フローラの場合に関しては AOE 範囲ですので、集団で敵に囲まれたとしてもワンチャンサンスキーフラッシュ使えば逃げ切ることができるみたいなパフォーマンスがありますね。でここもね、青バフ敵が、来るまでやらない、まあ、始めといてもいいんですけど、自分一人だったので初めても味方にパコられて負けるかなっていうところの視界要素も含めて、触らず敵がスタートするのを待ってから後入りですね。この辺もしっかりしてるのでうまいですね。まあ、フローラの唯一難点といえば通常攻撃がクソヘボいっていうところぐらいですか。それ以外に関しては本当にいいバランスのキャラクターですので、私としてはサポートでもいいしミッドでもいいですが、まあ、自分で使うとなんかミッドいまいちな気しちゃいますけど、ノエル君はこのキャラはミッドがいいなって言ってましたね。私はサポートで大好きですが、お好みだと思います。ただやはりちょっとスキル特性上結構接敵しないといけないこの1、2ですねを求められますので、まあ、2、1か、その辺がやっぱり初心者向きではないのかなっていうところと、決まったコンボの仕方2、1、ウルト3っていう、まあ、ちょっとしっかりと順番見て押さないといけない部分がありますので、初心者向きじゃないとは思うんですね。ただまあ現環境ミッドレーンのロー君が消えた時に対しては割とかなりいい方だと思いますので、性能だけ見ればかなり抜群にいいと思いますね。サンスキのブリンクも備えてますので、自前のピール力っていったところと集団戦の CC の豊富さ、ただ瞬発的な火力がないのでそこだけはちょっとっていうところがありますが、それ以外に関してはもうほんと抜群にいいですね。ここもしっかりと角から入りますね。でまだファーストタワー残ってますので、敵からしたらこんなとこにいねえだろっていうところにいますから、また茂みからのワンパンですねというところですね。でまあ、このお決まりコンボを延々と茂みで繰り返すだけというところではあるんですけど、そこに至るまでにしっかり視界を気にして縁から縁から入るというこの縁入りっていうところはマジで大事ですね。まあ、最近よく視界視界って言ってますけど、本当こういうところは大切ですね。ここもまた青葉ですね。まあ、本当にこれって言うとあれですけど、まあ、これですね。もうジャングラーからしたらたまらんですからね。もう霊感ももう無理だと思って、視界映ってないですけど確実にもう霊感も諦めましたね。でまあこういう時のパターンとしては、基本的な話ですよ。今回はまあフローラー頑張ってるので私はフローラーバフ上げましたが、一般的なところで行くんであれば、まあやはりミッドレーナーガンクするよりかは、まあ、ミッドレーナーが自分の、ミッド守りつつ、あそこはジャングラーが青バフ拾ってミッドレーナーは自分のジャングルを拾った上でジャングラーがその青バフを持って他のレーンにガンク行くっていう方が、まあ、割と理にはかなってるのかなっていう気がしますね。まあ、今回はお互い それを無視して相手側のバフ嵐に、勤しんでますので自分の青バフ残ってますけど、まあ、形としてはそういう風がいいかなと思いますね。で今回味方に来たトラキと給湯中がまあうまくて、この給湯中もしっかり寄ってくれてめちゃくちゃやりやすかったですね。このカエルコール、猫コールかもう給湯中出動で始まってくれてやりやすかったですね。でトラキもしっかり囲う相手を分かってますので、まあ、今回の場合だったら正気を見てトラキやってるんですね。でトラキに関してはミッドレーナーのブリンクないキャラクター、まあ、例えば今だと正気だったりとかラストオーダー、はたまたロー君だったりとか、そういったのに関してかなり刺さりますので、やれていいキャラクターだとは思うんですね。でここもねカエル使ってがっつりしっかり追ってて敵の精鋭が寄れてなかったので、このまま数かけて、サードタワーまで残ってカエルのヘルスがここだったので、これ正直エンドラインだと思うんですね。ところがどっこいこのバカなジャングラー君がね、何を思ったかミットをしに行ってみんなダイブしちゃってるのに、カエルもね残ってるからこれ本当に普通に終わらせてやべえと思って戻ってきたジャングラーがね、このポンコツウルトで刃ここ戻しちゃったんですよね。これ2
してウルト戻しておけばベース削れてエンドだったんですけど、そこもちょっとこのジャングラーアホで分かってなかったんですよね。いやね、本当は10分で試合が終わってたところが、まあ、こういうしょうもないところで、ワンちゃん本当に今のこれだけのおかげでここから逆転されるのも非人類学園ありますので、本当にねやっぱりああいうところでしっかりと足並み揃えてエンドしに行かないやつはいかんですね。このジャングラーマジでポンコツですね。まあスコアだけ見ればね割といいスコアしてるんですけど、僕キャラパでご利用してるだけみたいな感じですから、まあ、ちょっとあの反面教師としてこういうジャングラーやめた方がいや、あのめちゃくちゃ強え正気。いやー、幽霊が仕事するとあんな感じでね、ジャングルの中走り回ってて、ジャングルの中立もいない状況だと三方的に対して幽霊全ぶっ破しますから、その結果あんな感じでもう急騰中が瞬殺されましたね。いやー、まあただとは言うてもタワー状況も悪くないですし、しっかりと、カエル取ってオブジェクトも取れてますので、このまましっかりと各レーンを押しながら、終わらせに行きたいところですね。というところで、まあ、ジャングルは必死にあのやべやべと思ってせこせこプッシュしてますね。まあ、ただ本当にボットレーンが植えて、折れてますのでミニオン強化入ってますから、そういうところから、下のサイドもしっかりと押しながら、でフローラを延々と茂みで敵が出てくるのを待ちながら来たら、ここから一連のコンボをして最後にソスっていう感じですね。もう絶対抜けれんですからね、このコンボは強いですよね。こうやって見るとフローラなんか火力も抜群にあって強く感じると思いますが、自分で使ってみるとまあそうでもなかったりするので、まあ強い人補正ですね。でフローラは、南極仮面と、今回の場合だったらわら、かなりわらのシナジーがいいですから、ウルトした後藁でキュピンしちゃえば、ここもねトラキがうまかったですね。しっかりと、囲って、正気ですね。でそこに給湯中がウルトぶち込んでしっかりいく、であとはジャングラーも含めて突からの、クマちゃんが、遅れて集合ですね。いやー、かなりトラキうまかったのと、今のでトラキ転がってないですからね、すごいタンクしましたね。こうやって見るとトラキもいいですよね。ウルトで囲ってしまった後敵側は寄ってきますので、そこでしっかりニスク使えばシールドかなり分厚いものが出ますので、やっぱりタンクサポっていうとトラキが頭一つ二つ抜けてるような感じがしますね。まあ、ただモグラっていうところも非常にいいサポートいますので、まあ、タンクサポって言ったらやっぱモグラかトラキ、まあ、最近ねエンマだったりとかジョーガってアホなこと言ってますけど、まあ、順当に行くんだったらやはりトラキモグラは強いと思いますね。というところで、まあ、敵もねいい感じに落ちてますので、しっかりプッシュして終わらせたいところですが、なかなかねやっぱりさっきのねあの終わらせれる10分ちょいちょいが今もう13分14分、要するにね4割増しぐらいになってますから、1回チャンスを逃すと本当に試合って長くなりますからね。特に今回敵にいる、正気だったりとか、まあ、はたまた霊感もプッシュ悪くないですし、なんだったら06でねスプリットされたらっていうところもありますので、非常にだるいですよね。で終わらせれるときにしっかりと試合を終わらせきる大事さっていうのはこうよくわかると思うんですけど、本当にやれるときにマジで無理して決めきる。さっきなんてねカエルがヘルス8割7割残ってるのに、あれで帰るって感じ正気じゃないですよね。今こうやって見てても正気じゃないと思いますからね、何を考えとったんやろうかと思いますが、まあこの試合は YouTube ライブで上がってたので、まああのアーカイブ公開することはないと思いますが、マジって多分本人は言ってた気がしますね。まあね、しっかりと、カエル使ってウェーブなすってね、プッシュしてジジイということでことなきを得ましたが、いやーほんまにね危なかった。ワンチャンありましたからね、本当に負け。まああの全然関係ない余談をすると、この試合のいた、この給湯中の人、次の試合青龍でボコボコにされましたね。うちらがフローラ勝率 69% もあるんですね、結構高い。まあ汎用的な明治の応援団を使ってるみたいですね。まあ、ミッドレーンとしてファーム、多分雷神士クラスにミッドウェーブのファームは最速に速いぐらいいけてますので、その速いファームを生かした相手のバフへのプレッシャーだったりとか、場外アイテムの管理、はたまたいい位置の茂み待ちからのワンコンといったのができればいいキャラだと思います。やってみてください。よければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。